皆さん、こんにちは。いつも学校やお仕事などお疲れ様です。この動画は古墳時代の出来事についておさらいできる動画となっています。ぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルでは様々な日本史に関する動画を投稿していきますので、気になった方はチャンネル登録をお願いします。その他の動画に関しては概要欄にあるリンクをチェックしてみてくださいね。古墳時代の一つ前の時代である弥生時代では、大規模な墳丘墓が作られました。墳丘墓とは、土を高く盛って作られたお墓のことです。3世紀半ば、近畿地方や瀬戸内海周辺を中心に、さらに大規模なお墓が作られるようになりました。この巨大なお墓のことを古墳と呼びます。古墳の中には、その土地の権力者が祀られており、その権力者を支えた人物らによって古墳は作られていたと考えられています。そんな古墳が作られた3世紀半ばから7世紀頃までの時代を古墳時代と呼びます。古墳時代は主に古墳時代前期、中期、後期に分けられており、今回はこの3つの区分に分けて古墳時代に関する内容をお話ししていきます。まずは古墳時代前期についてです。3世紀半ばから4世紀頃、近畿地方や瀬戸内海周辺を中心に作られるようになった古墳には、様々な種類がありました。鍵穴のような形をした前方後円墳、後方部が四角い形をしている前方後方墳、丸い形をした円墳、四角い形をした方墳など、いろいろな形をした古墳が作られていますね。古墳の中には、縦穴式石室と呼ばれる亡くなった人を埋葬するための部屋がありました。また、亡くなった人を納めている棺を保護するために、粘土で作られた粘土閣で棺を覆うこともありました。続いて、古墳の外側を見てみましょう。葺石と呼ばれる石で覆われている古墳の周りには、筒のようなものが置かれています。この筒のようなものを、埴輪と呼びます。中でも、このような、筒の形をした埴輪のことを円筒埴輪と言い、これらは魔除けのために並べられました。そんな古墳の中には、棺の他にも装飾品や農具などが収められていました。このことから、被葬者は司祭者的性格を持った人物なのではないかと考えられています。古墳時代では、奈良県を中心に勢力を強めていた豪族が集まり、大和政権が誕生します。大和政権とは、大君を中心として、大臣や大村氏といった豪族で構成されていました。また、近畿地方以外の地域では、国の宮津子と呼ばれる豪族らが、それぞれの地を支配していました。大和政権では、氏姓制度と呼ばれる制度を採用。豪族に氏と姓を与えて身分秩序を保ちました。古墳時代の日本は東アジアの国々と関係を築いていきます。関係を築いた東アジアの国々とは、高句麗、新羅、百済、加耶。高句麗の岩戸という場所には皇太王妃が建ててあり、高句麗の王である皇太王の業績を称えた碑文が刻まれています。この碑文の中には、日本が高句麗を侵略しようとした結果、大敗して撤退していく様子も記されています。ここまでは古墳時代前期の出来事についてお話ししました。4世紀後半から5世紀頃、古墳時代中期では、古墳が全国に広まります。また、前方後円墳はより大きくなりました。引き続き、
古墳の中に竪穴式石室を作って被葬者を埋葬しましたが、九州地方では横穴式石室も見られるようになります。埴輪は円筒埴輪から人や動物の形をした景勝埴輪が多く作られました。埋葬品は前よりも武器の割合が増え、馬具も見られるようになります。このことから被葬者は司祭者的性格から武人的な性格へ変化していたのではないかと考えられています。古墳時代中期を代表する古墳といえば、大阪府堺市にある大仙古墳。大仙古墳は百舌古市古墳群として2019年に世界文化遺産として登録されました。古墳時代中期の日本と東アジアとの関わりは、僧侶倭国伝という中国の書物に記されています。僧侶倭国伝には、古墳時代中期に倭の五王がそれぞれ中国に朝貢したという内容が書かれており、倭の五王のうちの武という人物は雄略天皇ではないかと考えられています。また古墳時代中期では、朝鮮半島を経由して知識や技術を持った人々が日本へやってきました。このような人々のことを渡来人と呼びます。古墳時代中期にやってきた渡来人といえば、論語や千字文といった文献を伝えた倭に、文筆に優れていた阿智の臣、旗織りの技術を伝えた柚木の君などが挙げられます。渡来人が伝えたものは他にもあります。こちらは末期。古墳時代の人々は、これまでは弥生土器の流れを汲んだ弾きを使用していましたが、渡来人によってその技術が伝わった末期を使うようになります。人々は弾きと末期の両方をうまく活用しながら生活を送るようになりました。古墳時代では同じく漢字も伝わりました。現在ご覧いただいているものは、日本で発掘された古墳時代の鉄剣です。よく見ると漢字が刻まれていますよね。つまり古墳時代ではすでに漢字を利用して文章を書いていた人がいることを示しています。ここまでは古墳時代中期についてお話ししました。5世紀末から7世紀古墳時代後期では、古墳は全国で作られていたものの、その規模は小さくなりました。規模が小さくなった分、群集墳が作られるようになったのです。群集墳とは、小規模な古墳が集まった古墳群のことであり、被葬者とその親族や臣下などが埋葬されていると考えられています。また古墳の内部は横穴式石室が主流となりました。さらに壁画や彫刻を施した装飾古墳や八角形をした八角墳が見られるようになります。古墳に並べられた埴輪は、古墳時代中期に現れた景勝埴輪がほとんどでした。古墳時代後期でも渡来人が知識や技術を伝えにやってきます。百済からやってきた五経博士は儒教を伝えました。シヴァタットは仏像を利用して日本に仏教を広めようと努めました。さらに医博士、歴博士、疫博士がそれぞれ医学、暦法、疫学を伝えました。538年あるいは552年には、百済からやってきた清明王によって改めて仏教が伝わります。日本に仏教が伝わったことを教科書などでは仏教公伝と呼ぶこともあります。古墳時代後期では、大和政権に仕える豪族同士の争いが繰り広げられました。中でも蘇我氏、物部氏、大友氏の勢力争いが激化します。しかし大友氏の大友の金村が失脚したことによって、大友氏は
勢力を弱めてしまいました。大友の金村が失脚した原因の一つとして挙げられるのは、祝いの乱が起きてしまったことです。祝いの乱とは、福祉の国の宮津子である祝いが挙兵したことによって始まった反乱のことです。祝いは大友の金村らの出兵計画に反対していたため、当時大和政権にとって敵であった新羅と密かに協力、そして九州地方にたどり着いた大友の金村の軍を迎え撃ったのです。527年から行われた祝いの乱は、1年後の528年に物の部氏の物の部の荒海によって鎮圧されました。大友氏が衰退した後は、蘇我氏と物の部氏が仏教の受け入れをめぐって争いました。仏教を受け入れたい蘇我氏と仏教を排除したい物の部氏、親子二代によって続いた争いを制したのは蘇我氏でした。さて、古墳時代ではどのように生活していたのでしょうか。古墳時代の人々は豪族居館や平地住居に住み、かまどを利用して生活を送っていました。また食物の盛り付けには弾きを、物を保管するときには素液を使用しました。古墳時代では信仰や風習も盛んに行われました。現代でも存在している伊勢神宮や三輪山、ことびき岩などを信仰したり、太まりの法や九形といった呪術的な行為を行ったり、古墳時代の人々は祭祀や呪術の文化とともに日々を過ごしていたのです。今回は古墳時代の出来事について、前期、中期、後期の3つの区分に分けておさらいしてきましたが、いかがだったでしょうか。古墳時代についてもっと知りたいという方は、当チャンネルにある古墳時代の再生リストをご活用ください。こちらの再生リストは概要欄のリンクからでもアクセスできるので、ぜひご覧くださいね。最後までご覧いただきありがとうございます。動画が参考になったよという方は、高評価やコメントをしていただけるととても励みになります。今後も様々な日本史に関する動画を投稿していきますので、お楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。